いただだだだだだ。ああ、なんここ、鶏じゃん。待って、めちゃくちゃ周りにいっぱい鶏がいるということは、僕の経験上、これ僕自身も鶏なんじゃね？ですよねー。ようお前らテルトだということで、今回なんですけども、今回はね、なんと鶏として生きていくことになってしまいました。はい、周りめっちゃ見る感じ、牢獄って感じだよね、これ。なんか知らない？ケンタッキーになりたくない？お腹が空いた？みんな何も知らないね。さあ、ちょっと、まず探索してみる。ちょ、待って、怖い怖い怖い。もうチキンがあるって、もう、羽とチキン落ちてるって。卵ももう、プリプリの新鮮な卵落ちてるって。待って、なんかあそこ人がいる。うわ、なんか、怪しいおじさんいるな、明らか。ヘイ、助けてくれ。卵投げよ。めっちゃ見てくるやん。お？もしかしてこれは助けてくれるパターン？おー、懐かしてる懐かしてる。めっちゃいい人じゃん。なんだ、僕にもちょうだいよ、それ。ご飯。な、てっきりさ、ここに鶏肉とか落ちてるからさ、殺戮してたのかと思ったわ。あ、弓？なにそれ。ああ！おい、やりやがったぞ、こいつ！待って、怖い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 。トリさん、逃げます逃げます。水の中に隠れます。やばいやばいって、マジでもう。怖い怖い、もう。なるほど。こうやって餌を与えて、鶏の子供を作って、倒して、お、鶏焼くなって、お前、ケンタッキーできてるって、あん中で。ちょっと見せてもらおう。お、焼き鳥をケンタッキーどころじゃないってもう、焼き鳥もできてるってもう。やばい、どうしよう、もうとりあえず、ここから早く脱出しないと。早く帰んないかな？待って。はしご登れるから様子見よう。めっちゃ、めっちゃ懐かしてて草。めっちゃ懐いてて草。お前らやられるぞ。気をつけろ。あいつは分かってるみたいだな。ちょ、楽しそう、楽しそう。おー。絶対やられるじゃん、また。大丈夫それ。めっちゃ人気者、うん、超人気者。お前それでやるんだろ？なあ。あー、怖い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 。うわー、弓打ってる、ほら！早く帰れ、この野郎！待って、本当にさ、このままじゃ倒されちゃうから、ちょっとね、この周り探索します。お、おじさん今帰ったね。よし、今のうちだな。高いところから登ったけど、どうやらね、ここしか出口がなくて、キーカードが必要みたい。かまどの中には鶏肉しか入ってないけど、うん、ちょっともらっとくか。うん、共食い。あははは。生きてくためには仕方がない。の、なんか、こっちにチェストあるね。どうやって行くんだ？明らか登れないしな。お？なんか下になんかついてる。行ってみよう。おうおうおうおお。で、こっち上がって、そしたら？はぁ！来た！来たぞ！ナイス！よし。この中にお宝がありそうだから。開けるよ！3、2、1、ドン！なんだこれ？ケージトラップ？待って！これってさ、このブロックを踏んだ相手を閉じ込めるやつだ。よし、これで、あのおじさん、逆に閉じ込められるよ。え、でもさ、閉じ込めたとこでさ、僕たちこっから逃げれないよね。なんかいい方法ないかな？外なんもないかな？外誰もいないよね。あ、待って。あそこに鶏いる。おーい。おーい。気がついたかな？気がついてない？ダメだ、無理か？おーい。あ、こっちにもいる。おーい。おー！話が通じたぞ。ちょ、鶏くんさ、そこのさ、ドア開けてくれない？多分外からだったら簡単に開けられるなってるんだよ。頼む。一生のお願い。助けて。頼むよ。こっちこっち。開けてくれてる。お、ありがとう。ナイス。ふぅ。待って待って待って。ありがとうありがとう。でもこれさ、出るのがバレちゃったらマジでまずいから。
慎重に行こう。ニワトリくんここで待ってて。よし、じゃあニワトリたちをね、みんな解放したいから、おじさんからね、頑張ってカードキーゲットしてみんなを助けようと思います。あ、待って、おじさんいるじゃん。やばい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 、脱走してるとこなんかバレてるって。やばいやばい、明らかなく僕バレてない？待って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 、ゆっくり行こう、ゆっくり。トラップ僕にはあるから、これを使おう。まずはね、ここで一周回っておじさんをおちょくります。おい、おじさん、おい、かかってきてみなー。やばいやばい、絶対怒ってる絶対怒ってる、やばいやばいやばい。テルさんの方が水を渡るの早いですけどね。やばい、来てる来てる来てる、もう絶対こいつ怒りマックスだよ。したらこの辺のところにパッ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 と敷き詰めてこい。よーし、ナイス、ふぅ。さあおじさん、もう君は動けない身だけど大丈夫そう？うん、土掘ってもダメですよ。はい、おじさん、解放してほしかったらおとなしくカードキーを渡しな。そんなことしては無駄だよ。もうテレさん完全に捕まえてますから。お、観念したみたいだね。よーし、カードキーゲット。したらね、さっきゲットしたこの魔法の杖みたいので、テレさんこれどういう杖か分かっちゃったんだけど、多分ね、鶏にする魔法の杖なんだよ。相手をくれ、鶏になれ。おお、小さくなってくぞ。イエー、ふー、鶏になったぞ。お、出てきた出てきた。で、多分ね、僕おじさんを倒したことによって、よーし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 、イエー、元の姿へ戻ったぜ。なんか背中に要素を沿ってて、クソ、うん。お前よくもやってくれたな、この野郎。なあ、ほい、この野郎、待て。全力で逃げてて、クソ。めっちゃ全力で逃げてて、クソ。まあ、あいつは一生このままニワトリだから逃がしてやるか。うん、テレサもそこまで鬼じゃないからね。さあ、そしたらみんなを解放しに行こう。よし、ツレハシを使って、扉を解放して、よーし、これでみんな自由の身だぞ。やったー。さっきのおじさんどこ行ったんだ？こいつか？あー、おじさん誰かわかんなくなっちゃった。はい、ということでね、今回の動画が面白いなと思った人は、ぜひチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。いや、まさかね、また動物になっちゃうと思わなかったよ。おお、連れてきてる連れてきてる、このニワトリ。もしかしたらこの戦闘がおじさんなのかもしれない。みんな出てきたね、よかった。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。